部長です。紬だよ。エンダーリリーの続編か。そう、エンダーマグノリア、今回からこのゲームをプレイしていくよ。まだアリーアクセスのようだが。なんでマップなんかは限られた範囲になるみたい。ちなみにスチームのアリーアクセスの説明案からね。となると思ったよりは短くなるかもしれないな。その可能性もあるよね。では早速やっていこう。今回はホムンクルスか。前はレだったけど。今回はムービーがついたようだな。ここまではっきりした絵もなかったしね。始まるようだな。前は真っ白だったけど今回はちゃんと色がついてる。と言っても雰囲気は前と変わらずくらいな。癒し人望がちゃんと色ついてるだけで結構見やすい。確かに目立つな。ただこれだと暗いステージに行ったら見えづらい気もするが。そこは肌色で確認でしょう。これで操作可能だな。てか右上のマップが前と違ってちゃんと地形がわかるようになってる。それに伴ってアイテムなんかの場所もわかりやすくなったようだな。前作は探すのほんと大変だったからね。前は取り逃しがあるかないかぐらいしかわからなかったからな。それに比べたらすごく探索しやすくなったんだろうなって気はする。まだ始めたばかりだから判断は難しいけど、今のところ操作感覚は前と同じようだな。壁に捕まったりとかはね。まずは回復アクションか。前作は祈ってたけど、まあ同じように発動に時間がかかるんだろうな。だろうな。素敵だ。まだ攻撃手段を手に入れてないからな。それに今気づいたけど体力が半分しかない。これはさっきの結界の回復を使って欲しかったってことだろう。確かにそんな感じで、この壁も攻撃できたら壊せるんだろうな。これだとこの先で攻撃手段を得て戻ってくることになりそうだな。そんな感じするね。でこれは仕掛け扉かな。反対にレバーかスイッチがって感じか。前作だとレバーだね。とここで回避のチュートリアル。今回はヘッドスライディングじゃないんだな。あれはあれで面白かったけど、なんか現実的な回避に切り替えてきたって感じ。そしてダッシュまでできるようになったか。少し速くなった感じ。感覚的にはそこまでか。一応ここで差がわかるのかも。ダッシュで勢いをつけてジャンプか。これは前回にはなかった要素だね。この滑り落ちる姿勢も。滑り落ちるっていう点においては変わらないけど、さてもそろそろ攻撃手段が手に入るかな。そのようだな。今回は全部ホムンクルスかな。それは進めてみないとな。これで助けて仲間にか。今回は魔力を注ぐ感じか。前作は浄化だったからね。この辺りは前作とほぼ同じ感じだな。その分わかりやすい。ここからは外を目指してか。
なおさら壁を壊せないとね。さて、おそらく攻撃手段をゲット。メインスキルとあるしな。で、今は X に割り当てられてるけど、これもレストポイントで設定可能だろうな。とよく考えたら、これ前回と同じように普段は消えているのか。だな。これだと前作同様霊体だと思っておいた方が分かりやすいかもな。まあこの世界で霊体をホムンクルスと呼ぶ可能性もあるだろうけどね。まあまだ世界を理解できてないからな。よし、これで安心して進める。とりあえず地上空中ともに3連撃はいけるな。おそらくレベルもあるだろうから、レベルアップで連続攻撃の回数は増えそうだな。そうなるだろうね。と、これはレストポイントじゃ。そのようだな。仕様は全体と同じね。となるとセッティングもここだけか。そういえばやっぱ同じか。今回はスキルの特徴が分かりやすいな。ムービーまでついてるし。で、レベルアップの仕様が少し変わってる。レベルっていうよりスキルツリー的になったな。まあ結果的には同じ感じになるだろうけど、って難易度設定ができないのか。ってことはこれはノーマルといったところか。まあある意味ちょうどいいかな。まあノーマルでやるつもりだったろうしな。前作のエンダーリリーもクリアしてるからね。と、これはまた違う壁か。攻撃で破壊するタイプなのは合っているだろうが、これは別の力を手に入れてからって感じになりそう。そういえば前作もそうだったな。ギミックは前作を知っているかどうかで進みやすさは変わりそう。それはあるかもな。ただ全体的に説明は丁寧になっている気はするが、今のところはね。で、この扉は戻ってきたな。となると、この右上が壊せなかった壁のところ。ミニマップもそう言っているな。で、ミニマップなんか灰色と青いのがあるけど、おそらくこれがアイテムの取り残しの有無を示しているんだろうな。そんな感じするね。よし、これでここからは敵も動いてくるか。食らっちゃったよ。注意が必要だな。さっきので3分の1近く持っていかれてるからね。だな。シールドがなくなると吹っ飛ばせるのは変わらずだね。今気づいたか。だってこの前の部屋まで攻撃らしい攻撃をされなかったからね。なんであんまり意識がそこに向かなかった。まあそれはあるか。と、敵が複数。まあ一匹ずつ片付ければな。序盤だしね。で、ここは毒ガスか。そういや状態異常とかあるのか。ないんじゃない。前作はなかったわけだし。で、今回もないと判断か。判断するには早いか。まだレリックも見つけてないしな。そういやそれがあったか。それが装備品だしな。だね。と、また違うタイプの扉。今か以上と出たな。鍵で開けるタイプか。この様子だと左上にだな。なんか影を守っているやつがいそう。それにここにレストポイントか。このパターンだとボスがいる可能性あるな。だね。じゃあ行きますか。本当にそれっぽい雰囲気の場所に出たな。少年。ここでダウンの説明か。まあそこでもあるからね。とこれだと戦闘確定だな。まあ最初ぐらいはやられないように。で、結構範囲広いな。よし、ダウン取った。ここで削るだけ削らないとな。やっぱ最初だけあって余裕がある。で、強化が入ったか。半分ぐらい削ったしね。と、危ないぞ。回復回復。下そばからやられるとな。もう少し慎重にやらないと確かにまずいか。相手はここから強くなってるはずだしな。
この攻撃が強化で追加された分だね。でもこれチャンスなのかも。とこれがまずい。完全に見誤ってるな。回避距離が伸びたりしないときついかな。タイミングが悪いだけだろ。まあそれが本質だけど。よし、ダウン取った。とりあえずだな。なんかギリギリになっちゃった。でレベルアップ。なんかいきなり浄化してる。浄化じゃなくて魔力注入な。デムビ、この二人知り合いだったってことかな。消えた。いや、吸収された感じだな。まあでもこれで新しい攻撃手段をゲットしたはずだな。リキャスト系のスキルね。この辺は前作と変わらないな。状況に応じて同時にやるとかね。基本的には個別に使ってしまいそうだけど。まあボタンをそれぞれ割り当てて可能だろうから。だね。でおそらくこのアイテム鍵か。さっきの扉がこれで。とここでゲームメニューの説明か。まあこの説明来るまで開くの我慢してたからな。違う方を開いちゃった。こっちはシステムだな。これがゲームメニューね。前作と比べると非常に見やすいな。スキルのセットは何かボタン増えてるし、それに装備枠も。何かレリックとは別枠かみたいだね。ここは前と同じかな。アクションも今後増えていくだろうな。二段ジャンプは出てくるだろうね。でマップ全体ほんと地形がわかるようになったな。で灰色はやっぱり未完了のゾーンとあったな。でそれがアイテムの取り逃しがあるよってことだね。だな。ではさっきの糸をセットしよう。その説明が来たな。まあ前作をプレイ済みの人間にとっては。そういえば今回は回数ないのか。リキャストタイムは相変わらずだけど。ムービー見るのか。嫌味を消したかっただけ。じゃあ行こうか。大丈夫みたいだな。まあ行けるところもなかったしね。チップスだな。ちゃんと読みたい人は一時停止してね。優しくないな。あの表示中って何喋るか考えちゃうし。内容に合わせて喋ればいいだけだろう。なんだけどさ、ここでイベントか。なんだろう。煙か。少なくともライラック鳥とはつながりありそう。ノラも関係性はあるみたいなこと言ってるな。調律師というかライラックはホムンクルスじゃないのか。どうなんだろう。さてそれなりに登ってきたようだね。であれば外は近いか。この先かな。と本当に外に出た。予想に反してたか。もう少しあるとは思ってたから。まあその可能性もあったからな。上層か。さっきここのマップ名で仮想の街道とあったからな。結構先が長そう。
これで旅の目的がはっきりしたようだな。コモンプルスを助けながら上層を目指す。そこで旅が終わるのかは不明だが。まあそんなことないだろうけどね。ただハリーアクセスで上層まで行けるかも不明だけど。まあ行けたらぐらいでいいだろう。だね。鳥といい感じ。遠距離担当か。それもあるけど一発でダウン取ったのが。そっちか。あとやっぱ使用回数ないんだ。ある意味使い放題だな。であればリキャストタイムを短くするアイテムは欲しいね。前作だとレリックにあったな。今回も同じようにありそう。そんな気はするな。スクマと同じような風景。いや、人がいるぞ。これは前作になかった要素。見ただけでホムンクルスとわかるのか。この子が特殊なだけじゃない。魔法騎士と言ってるし。で、ここには道具を探してか。この子は自分のことを名前で呼ぶのか。ルビネ。なんかパワーアップできそうだな。まだパワーアップってアビリティとかな。その方が可能性があるか。ゴミ拾いの旅か。でも明るい。翼のホムンクルスが気になっているようだな。まあこの先で近い位置に出てくるんだろうな。とここで早速二段ジャンプか。そしてクッチュパイ引きた。これ地上も水中もだな。まあ前作もあったけど横にスライドする感じのやつね。だな。しかしこれが手に入るのが早すぎる気もするが。まあそこは。で、今のはコスチュームの話だったが。まあそれはいいかな。と言ってもそれを除くと何もすることないだろう。確かにね。これを眺めるぐらい。さっき読んだばかりじゃないか。まあセーブして次に進むか。